はい、よろしくお願いします。今回は数三の接線と方線丸五共通接線編をお送りします。で、今回はこの2問やりますので、まず1回ね、動画を止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分が両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回はタイトルにあるように、共通接線が問題の中に含まれているタイプの問題です。で、すごくまあ似たような出され方、二つの曲線与えられてて、共通接線書いてあるんですけど、アプローチが非常に違います。この2個。そう、なんで今回この2問取り上げたんですが、じゃあまず1番からやっていきましょう。で、1番は曲線が二つ書いてあります。で、点 A で共通接線を持つように定数 K の、ここだね、K の値を求めなさいという問題。で、どういう状態かっていうと、まあ、これ反比例で、これ二次関数なんで、まあ、ざっくり書くと、二次関数、まあ、反比例こっちかな。こっち側と、じゃあ、こういう感じの二次関数持ったときに、ここに接点、共通の接点、今 A だね。があって、そこにこういう共通接線がある。今、こういう状態です。1番に関してはね。点 A で共通接線、ここの A で共通接線を持つようにっていう話なんで。なので、じゃあそういう状態なのかということを頭に入れた状態でやっていきます。で、今まで接線やってきた中で、いつもね、やってるように、Y' と接点の座標が必要なんですよ。この2つがないと接線が出せないと。で、今、ね、ここに書いたように、接点も共通なんですよね。A っていう場所で。だから、まず1番に関しては、そのね、途中式を書くんだったら、その A の、X 座標を T とかっていう文字で置きます。まあ、これは何の文字でも構いません。一応僕は T でいきますね。とすると。したときに、じゃあまず Y イコール X 分の4。こっちに関して考えていきましょう。こっち。Y ダッシュは、x のマイナス1乗なので、マイナス1持ってきてってなるから、マイナス x、ごめん、2乗分の4とこうなります。これ微分したものですね。で、こうなって、で、今、接点も必要なので、a って書いておこうか。x 座標は t なんですよ。で、こっちのね、曲線に関して考えてるから、x のところに t 入れると、y イコール t 分の4。つまり、Y 座標は T 分の4とこうなります。左側の曲線に関して考えるとね。じゃあ、この2つのアイテムが出てきたので、このままやっちゃっても、あ、ね、これにね、あ、これとね、今から接線の座標を書くと、接線の方程式書こうかなと思ったんですけど、今書かなくて大丈夫ですね。で、もう1個の、式、右側の曲線に関しても同じようなことをやると、Y' 微分すると、2x プラス k とこうなります。2x プラス k。で、接点の x 座標は同じく t です。で、今回こっちの曲線で考えているので、x 座標、つまり x を t、ここにね、代入すると、y イコール t2 乗プラス kt とこうなりましたと。で、こっから何をするかっていうと、さっきね、書こうと思ってやめちゃいましたけど、もちろん接点の方程式をそれぞれこっちとこっち書き表して解いていくっていうアプローチでも構わないんですが、今、共通接線なんです。共通接線。しかも、接点も共通接点なんですよ。当然、同じですよね。同じものになる。共通だから。だから、傾きも、Y' 傾きだからね。傾きも同じでと両方同じになるし、接点、今 X 座標はね、T って固定したんで同じになりますけど、Y 座標も当然同じになるはずだと。つまり、ここにね、まあ、x に t を代入する必要があるんで、代入した、マイナス t2 乗分の4、イコール、こっちの x に t を代入した、2t プラス k、傾きですね。が同じになるし、共通接点の y 座標、t 分の4、こっちね、イコール、t2 乗プラス、kt と、こっちも当然同じになりますよねと。で、こうなったから、じゃあ、あとこの連立解いていきましょうで終了となります。まあ、なりますとは言いましたけど、これどうしようかな。
今 t が絶対ゼロじゃないんですよ。半比例だからね。半比例ゼロ、原点通らないので、t ゼロじゃないから、これ t2 乗かけちゃいましょうか。ね、2番がめちゃくちゃ番称を使うので、あんまりね、番称を使いたくないんですけど、t2 乗かけると、マイナス4イコール、2t3 乗プラス、kt2 乗とこうなります。で、次下に t かけると、4イコール t の3乗プラス、kt2 乗と、こうなりますね。そうするとちょうど kt2 乗共通なるので、引いちゃえばいいと、こうね。こんな感じで。で、引いてもらうと、マイナス8イコール t の3乗となるので、t の3乗、3乗してマイナス8になるのは t イコールマイナス2しかありませんと。だから t がマイナスに出てきました。じゃあ、t が出てきたので、どっちでもいいな。上のから引くか。代入すると、こっち答え、ここに書きた、いい。左下でいいか。ここにね、t に、マイナスに代入すると、ここ4だから、マイナス1イコール、マイナス4プラス k となるので、つまり、k イコール3となって、これで終了となります。なので、やってることは同じなんですよね。結局 y ダッシュ。と、接点が必要なんで、まあ、出しに行きましたよと。ただ、一番の問題に関しては、共通接線だし、共通接点になるので、だからこういう風に置いて、接点の Y 座標と、傾きが同じでいけるじゃん、という感じでやってください。で、問題が2番ですよ。はい。じゃあね、さっき解いたんですけど、これね、ほんと入るか不安、バージョンがね。で、何が違うかっていうと、曲線を2つ与えられてます。まあ、E の X 乗とログカッコね、X プラス2となってて。で、もうシンプルです。共通接線の方程式求めなさいと。そう。だから、さっきもね、やったように接点を置きたいんですよ。置きたいんですけど、これ、共通接線求めなさいって言ってるから、別に接点が共通とは言ってないんですよ。だから、まあ、状態ちょっと、もう適当に書いてあるけど、2次関数とかで書いていい。例えば、さっきの状態だったら、どうしようかな。二次関数でいいか。こうなってて、あ、ちょっと、遠くなった。ごめん、計算した。こことここで接点になってたら、これ共通接線ですよね。こういうの共通接線。両方の、接線になってるからね。ただし、一番みたいに接点が共通じゃないと。あ、こういう状態です。まあ、全然二次関数ではないけどね。まあね、ログとかだからさ。だから、接点をこうやって使えないんですよ。で、どうやるかっていうと、まず y の、この e の x 乗。から行くと、これ微分すると、その e の x 乗です。で、ちょっと番称の関係で、途中式書けないですけど、こっちは、じゃあ、さっき t だけを使ったんですが、文字2個使います。で、こっちはで s 行こうか。接点の x 座標を s と置きます。こっちね。で、x が s なんで e の s 乗。だから y イコール e の s 乗でこうなります。で、微分したもの。接点、両方置くことができたので、じゃあ、接点、出すことができれば出しましょうと。こっちはね、出す必要があります。こっちは出さなくてできたんですけど。で、y から y 座標を引きましょうと。で、傾き s 代入するんで、e の s 乗、カッコ x から s を引きますと。こうなります。いいかな。で、右側入らないな。ちょっと無理だね。これ整理すると、y イコール e の s 乗 x を配りました。で、そしてここがね、マイナス s の e の s 乗、これ配ったものと、これを右側に移行してくると、プラス e の s 乗になるので、e の s 乗でくくれるんですよね。で、くくると、プラス、カッコ1マイナス s の e の s 乗と、まあ、一応こう整理しておきましょう。いいかな。これが、まず左側の曲線に関して。で、右側です。ログの方ね。じゃ、こっちもまず微分すると、まあ、ログ微分するんで、x プラス2分の1ですね。で、まあ、置き換え使ってますけど、結局 x プラス2微分しても1なんで、まあ、1をかけても変わらないからね。まあ、微分するとこれで OK だと。で、さっきと違くて、接点を同じ s で置けないんです。接点が共通じゃないからね。だから、x 座標 t って置いて、t を代入すると、ログ、t プラス2とこうなります。でも、まあ、y ダッシュ、微分したものと、あとは接点置くことができたので、じゃあ、接線出しましょうっていうことで、これがね、しんどい。y から、
まず Y 座標引きます。で、T 代入したもの。だから T プラス2分の1ね、ここね。傾きで X から X 座標の T を引きましょうと。はい、整理します。そうすると、Y イコール、まずこれ配ればいいから、T プラス2分の 1X。ここね。で、後ろは、マイナス、T プラス2分の T。で、ログも右側に右辺に持ってくると、プラスローグ、カッコ T プラス2と。はい、こうなりました。で、何をやってきたかっていうと、今、不接線をね、二つ出したんですよ。それぞれ分けて考えて、接線を出しましたと。で、接点は共通ではないんですけど、一番みたいに。接線は共通じゃないですか。共通接線だからね。つまり、こいつとこいつは同じものなんです。共通接線だから。つまり、X にくっついてる E の S 乗と T プラス2分の1は同じになるし、右側の定数項の部分のこことここも同じになるはずだと。だから、連立方程式。作って、E の S 乗イコール、T プラス2分の1と、もうここだよね。1マイナス S の E の S 乗イコール、ここ、マイナス T プラス2分の T プラス、ログ、T プラス2。この連立方程式解いて、で終了。となります。もうなりますじゃねえよって言われそうだけどね。なりますなんです、これでね。で、こっからなんですが、これね、アプローチ結構やり方あると思うんですけど、まあ、ひとまず、まあ、E の、自分は T をね、消しに行っちゃったんでね、これ E の S、もうね、多分ね、S 消しに行くの、まあ、いいや、行きましょうか。じゃあ T プラス2消しに行きます。で、今、まあ、このね、上の式から、まあ、T プラス2分の1はこう置けてるじゃないですか。で、ちょっと変形しておいて、ね、ちょっと黒で変えておこうかな。まず、ここの t プラス2も代入しなきゃいけないから、これ、両辺を右と上と下逆数にしてしまえば、まず t プラス2イコール、これね、逆ひっくり返して t プラス2イコール e の s 乗分の1と。だから、ここは入れることができます。で、あと問題ここで、t プラス2分の t だから、t プラス2分の1かける t なんですよね。あとから t が必要になります。じゃあ、t も置かなきゃいけないから、こっからまあね、これ移行するだけですけど、t は e の s 乗分の1引く2と、あるので、じゃあそれを代入しましょうと。いくよ。早くしてもらって構わないからね、ここまで。ちょっと一応途中式やりますんで。ね、行きましょう。まず 1-se の s 乗イコール、ここですね。マイナス、これ代入して e の s 乗です。まず分母の方です。で、t も入れるから t があいつなんで、e の s 乗分の1マイナス2とこうなります。これで今ここの部分が終わりました。で、プラスログ t プラス2ですね。プラスログ。で、t プラス2が今ああなってるんで、これ書き直すと e の s 乗分の1って e のマイナス s 乗なんですよ。マイナス s 乗。で、ここがポイントで、マイナス s 乗、指数の肩についてる数字前に出てくるから、マイナス s のログ E になります。で、ログ E っていうのは1だから。あ、これ1なんだよね。消えるんだよね。つまり、この部分、マイナス、お前噛んでる。マイナス S になります。もうこれだけでもだいぶ楽になりそうだけどね。で、まとめていきましょう。ひとまず、ここちょっと点、まだ入るか。まだいけるかな。1-S、E の S 乗。これ展開すると、マイナス1。プラス2の E の S 乗マイナス S とこうなります。で、全部どうしようかな。右辺と左辺どっちに持っていこう。右辺にまとめてみますか。まとめると、待ってね。S の E の S 乗が来るから、S の E の S 乗入ってる。あ、ギリだね。こいつですね。マイナス S の E の S 乗が右辺に来たと思って移行しました。で、もう一個 E の S 乗が右辺に来て、マイナス E の S 乗になってこいつとくっつくから、こうなります。今、こいつと左辺のこの部分を移行してくっつけました。いいかな。で、あとマイナス、ちょっと順番変えるとこうなりますね。はぁ、あ。果たして答えかけるかな。で、これどうするかっていうと、E の S 乗でくくりましょう。くくると、S プラス1の E の S 乗になります。で、後ろの部分、マイナスでくくると、
共通ね、共通項出てきます、こうやって。出てくるので、S プラス1でくくると、E の S 乗マイナス1と、こうなる。で、こっからわかることは、S イコールマイナス1。これ。ってことと、E の S 乗イコール1と、これがわかります。で、E の S 乗が、マイナス1っていうのは S が何になればいいかっていうと指数ですよね。指数っていうのは0乗が1なんで、こっからわかるのは S が0なんですよ。右側ね。S が0に、E の0乗になれば1になるから。つまり、わかったことは S イコールマイナス1と0。これがこの式で解けたことになりました。じゃあ、今求めたかったのは共通接線なんで。ね、今 S を出したから、こっちは T になっちゃうからね、もともとのこの部分ですね、これを S を代入して2つ、今回あと式が2つ、答えが2つ出てきますんで、まずじゃあ、0乗の方が簡単かな。だね、じゃあ0入れます。 S0 入れると答えが Y イコール0入れると1なので、ただの X で、ここも1になるから、で、0か。だから、X プラス1っていう非常にシンプルな答えですね。これあれか。右に並べた方がいいかも。ごめんね、ちょっと消したばっかり、ま、申し訳ない。Y イコール X プラス1と、もう一個。Y イコールマイナス1入れます。入れると、E のマイナス1乗になるから、E 分の1になるので、ま、E 分の 1X。ま、E 分の X でいいかな。で、後ろが、マイナス1を入れると、カッコの中身が2になりますね。で、後ろは、結局 E 分の1、E のマイナス1乗だから。ってなるので、プラス、E 分の2と、なって、この2つが、今回の答えとなります。はい。なかなかね、なかなか等式厳しいものがありましたけど。まあ、ただ、今回ね、すごく伝えたかったのは、その共通接線の問題、アプローチはやっぱ違うんですよね。共通接点が使えるかどうかって、こっちは使えますけど、こっちは使うことができないので、二つのやり方ね、両方、もんで皆さんのテストの時とかに出てきた時に、どっちかなっていう判断ができるようになってもらえたらと思います。では、今回は接線と方線、丸五、共通接線編、まあ、共通接線編やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。